スペシャルフィギュアの図形スペシャルフィギュアとは19世紀末から20世紀初頭にかけて存在したフィギュアスケートの種目の一つ。スケート靴のエッジを使い、片足でバランスを崩すことなく、どれだけ正確に氷の上に図形を描くことができるかが競われた。8の字を基本型としたコンパルソリーに比べ、スペシャルフィギュアではロゼットや星、十字など、 スケーター自身が創意工夫を凝らしたより複雑かつ成功な図形が描かれる点に特徴がある。かつてアメリカ及びイギリスにおいてはフィギュアスケートといえばスペシャルフィギュアのように特定の図形を描くスケートを指した。しかし20世紀初頭までによりリンクを大きく使って音楽に合わせジャンプやスピンなどを行う。 今日のフィギュアスケートの競技スタイルが主流となったため、競技としてのスペシャルフィギュアは姿を消した。今日では、正確なスケーティングを身につけるための練習として行われることがある。スペシャルフィギュアは1908年のロンドンオリンピックにおいて、フィギュアスケート競技の一つとして実施された。この大会では、ロシアのニコライ・パニンが優勝している。ありがとうございます。